はい、どうも、ゆいです。今回はですね、メンディのプレイヤーデビューの方をしていきたいと思います。まあ、メンディなんですけど、左サイドバックで、まあ、自分はアンカーで使ってます。で、アンカーでやった時にですね、まあ、ペースとフィジカルが、まあ、ほぼほぼ、カンストに近い状態になってくるのと、まあ、あと守備値が結構高い。で、ドリブルがこの能力の上には結構やりやすいという印象があります。あとはですね、ブロック持ってたりとか、迅速であったりとか、フレア持ってるんで、まあ、使用感も非常にいいかなというところと、やっぱり逆足後っていうのも優秀かなと思います。あと、攻守に当たっても、高い高いになってますので、まあそういった部分も使用感のいいところなのかなと思います。でですね、まあおすすめケミが、まあ先ほど言ったようにアンカーとなってまして、まあ得意なプレイで言うと、まあ1対1の強さであったりとか、やっぱ攻撃参加した時も十分な強さがあるんですよね。やっぱりフィジカルがめちゃめちゃ高いので、まあ当たり負けしないっていうのが強みかなと思います。で、まあ、攻撃参加も十分できるってところが強いのと、まあ、守備。まあ、ただドリブルがですね、やっぱりちょっと僕、カンセロとかも使ってた時に、その軽さっていう部分がやっぱ差が出てくるんで、まあ、そこはやっぱ好みが出てくるかなと思います。まあ、そういった時にですね、やっぱり80万っていうところはちょっと引っかかってくるんで、まあ、値段の高さっていうのが、正直、今ここに補強をかけるべきかって言われると、まあ、カンセロであったりとか他のでいいんではないかなっていうのが正直な印象です。で、まあ、あとですね、まあ、似てる選手で言うと、まあ、テオとかになってくるのかな。もう、この重たさの感じと攻撃の感じとかも含めてテオとかに近いんかなとは思うんですけど、まあ、今コスパの結構サイドバックもいるんで、まあ、そちらでも正直いいのかなって、ロバートソンであったりとかも含めてですけど、まあ、80万は正直高いなっていうのが僕の印象です。で、まあ、評価としては、まあ、先ほどのま、コストも含めた上で言うと、ま、A プラですね。A プラスぐらいの印象です、正直。はい。まあ、安かったら、全然 S とか SS って言いたいんですけど、やっぱりちょっと80万は高いんじゃないかなっていう、サイドバックにこれはちょっと高いなっていう印象があるんで、まあ、そういった面ですね。やっぱりそこの高さは感じるかなと思います。やっぱ、強いのは強いんですけど、うん。それはちょっと高すぎかなっていう印象ですね。まあ、この後ですね、試合動画の方も流すので、よければ見てください。まあ、こういった感じでですね、プレイヤーの、いろんな選手使ったりとか、まあ、それも、やっぱり転売の方が結構プラスになってたりしてて、まあ、コインの方も多く増えてますので、まあ、そういった部分も含めてですね、ディスコードで転売情報出してます。それについて動画とかも最後に流れますので、よければプレイハイライト終わった後に、まあ、最後まで見てもらえたらと思います。で、また登録いただけたら、と、まあ、あと概要欄とかにも、説明書いてますので、よければ見てください。